久しぶりに来ました。アディクトクローズ東京から本日はお送りします。アディクトクローズ代表でデザイナーの石島さん、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、今日はね、まだ説明そこまで聞いてないんだけど、見た目でこれ名品の予感しかしませんこれちょっと今から説明聞くんですけど、もう聞く前に俺オーダーすること決めちゃってますこれ見た目聞いてからにしますよ。いやいや、もうサイズがあれって聞いたらもうそれだけで十分です。それちょっととはいえ皆さんに説明していただきたいんですけど、はい、今日はこれは何て言ったらいいですか、カバーオール。そうですね、あの ACVM っていううちの洋服全般をやってるブランドの方で作ってるレザージャケットの一つなんですけど、はい、まあ、これ新作っていうよりはもう3年ぐらい前から作ってるんですけど、ドキ、実は気づいてなかった。そう、気づいてないんですよ。けしからんことで本当にそう、ただやっぱ似たデザインが多いので、ね、あの冬に出してるカーコートとか、はいはいはい、ちょっとこう気づかない方もやっぱ多いので、なのでちょっと紹介したいなっていうのがあって、まあ、これから春になっていくんで、はい、やべえ、新作だと思ってた。違うんですよ、継続品なんですね。だからこんなに味が出てるんで。あ、そっか、あ、石島さん来てるの。そうか、そうです、これそうなんですね。そうです。もう絶対なんか俺の欲しいポイントは全部抑えられているようなことを今視覚で確認できてます。はい、ということでこれ2つありますが、はい、同じデザインで革違い。そうですね、シープスキンと、はい、まあ、うちといったらもうシープスキンって感じになってると思うんですけど、はい、それでこっちもホース、ホース、はい、なんですけど、じゃあこれなんで春に出してるかっていうと、うん、まあ、別に冬とか秋でも着れるんですけど、はい、でも暖かい時期にあんまり暑苦しくレザーも着たくないじゃないですか、うん、そうですね、脱いじゃうんで、はいはい、でじゃあこれなんで春にいいかっていうと、まあ、うちで秋冬に出してて、まあ、こう好評なこうカバーをカーコートもあるんですけど、デザイン違いますよね。これいわゆるカーコートタイプ、はいはい、でこれって襟がこう台襟がついてて高くなってたりとか、はいはい、ここね、はいはい、で袖口も結構こうカフスがあって細くなってたりとか、はい、まあ、うちの場合これボタン6個あって隙間があんまりないとか、うんうん、あと、まあ、裾もなんていうんですかね、そんな広がってないんですね、割とまっすぐでシュッと、はい、で裏地もコットンとウールの生地で、おうおう、まあ、カーコートっていうぐらいだから、はい、車とかバイク乗るときに寒くないようにもともと作られてるものなんで、それなりにこう防寒性も意識してるんですね、はい、でこれはホースハイドだと 1.3 ミリぐらいの厚みを使ってて、結構厚いですね、はい、でシープだとこのカーコードだと 1.6 とか8とかを使ってるんで、かなり分厚い。でそれはまあ保温性と見た目の迫力も意識してたんですけど、じゃあこっちのカバーオール、うん、何が違うかっていうと、うん、まず両方革だいたい1ミリぐらいです。確かにね、はい、ライトな感じですね。僕が着ているのもこれ、こうやるといかにこうパサ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 する感じで、その重厚じゃない感じが分かりますよね、はい、うん、でボタンも4つなんで、うん、こう隙間広いんで、うん、風も通りやすいですね、ボタン閉じてても、はい、でさっき台襟があるって言いましたけど、これ台襟がない直付けの襟なんですね、はい、で襟が低いんで、はい、こうなんていうんですかね、襟が高いってことは、まあ、タートルネックとかもそうですけど、熱が逃げにくいし風も入りにくいんで、はい、でシルエットもこれ A ラインで裾がちょっと広いんで、そこがもう素晴らしい、はい、まあ、見た目もこう軽いし、それこそ風も入りやすいんで、はい、じゃあバイク乗ってる普段歩いてる時も、こう風が通らないものってやっぱ中でこう溜まるので、うんうんうん、まあ、それが保温性でもあるんですけど、はいはいはい、風が入るってことは抜けやすいし、はい、まあ、涼しいっていう利点もあるんですね、でさっきこのカーコートの場合袖口が細いって言いましたけど、はい、このカバーオールの場合は袖口も、まあ、調整はできないですし、もともとちょっと広い、うんうん、でなんならこう外して、うんうん、ボタン外してまくることもできるんで、うん、そういう意味でこう全部こう風が通ったりとか蒸れにくいディテールになっている。袖自体もちょっと太いですか、ちょっと太い、ちょっと太いです。ほん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 。で裏地もカーコートの場合は、さっきコットンウールでちょっと分厚いって言いましたけど、はい、カバーオールの方は綿100のこう そんなに厚くない裏地なので、まあ、あったかい時期こう
普通に秋とか冬に着ていたレザーをそのまま着てると、うんうん、暑くて脱いじゃう時でも着やすいっていう利点があるんですね。これはね、なんかすごくこう軽くって言うとあれですけど、さらっと着れる感じ。そうそうですね、春のまさにアウターにちょうどいいんだろうなとは思うし、でそのジージャンって良さってこう軽く着れる、うん、そうですね、そのまあこう羽織ったりこう持ち運びもしやすいし、でまあレザーのジージャンも結構世の中にたくさんあると思うんですけど、うちもともとあんまりジージャンっていうのをデニムでもやってなくて、僕がその丈の短いジージャンよりちょっと丈の長いこういういわゆるカバーオールジャケットタイプが好きなんで、なんでこれもレザーでまあこう表してるって感じなんですね。いわゆるデニムで、まあ、ヴィンテージなんかでもあるようなカバーオールを革に置き換えるみたいなところがベースにはあって、そうですね、ということですよね、はい、いや実際ね、まあ、言ってみればデニムとそんな変わんないぐらいの、軽さなんじゃないですか、これ、ね、持ってもね、普通こういうのってずっしりしてますけど、持っても軽いし、14オンスぐらいのデニムジャケット着てる感覚で着れるので、はい、石村さんこれ着てるのはシープの方、これシープです。どのぐらい着てるんですか。これ最初に出した時から着てるので、まあ、3年目ぐらいですね。やっぱりその革ジャンの経年変化を楽しむ上では、はい、十分にこういう前立ての部分がちょっと地が出てきてたりとか、はい、袖の蛇腹ができてたりとか、はい、そのあたりのこの光沢感なんかも擦れて出てきてるのとかもむちゃくちゃ出てますもんね。そうですね、あとあのライダース、まあ、同じホースハイドとかシープスキンでライダースを作るときは、まあ、こう裁断するときも、あんまりこうバラつきが出ないように割とこう、まあ、綺麗なところを中心に取っていくんですけど、こっちの方はもともとワークっぽいテイストだったりとか、まあ、デニムが色落ちするじゃないけど、革でもまあこう写真は出ますけど、色落ちじゃないけどその雰囲気もやっぱ楽しみたいんで、すっごい綺麗に着るっていうよりは、まあちょっとラフに着て革も楽しみたいんで、ライダースだとまあもうちょっと均一にするのをわざと脂肪多いとこ入れたりとか、ちょっとばらつき出したりしてるんで、ラフにしてるんですね。なので同じ革でもライダースとこのカバーオールとかになると取り方も全然違うやり方をしてるんですね。でもこのね、ホースでここ1枚そうです、ね、結構大きい革使ってますよね。そうですね、それは これは贅沢ですね。1枚こんだけ大きい革を使ってデザイン的にもね、このボタンとかも、まあ、ちょっとある意味パッと見た目カーコードと一番の違いって色でいうとこのアルミのボタン、そうです、ね、なんかはすごい目を引くじゃないですか、デザインのアクセントになってるし、これリベットポケットリベットの使って止めてるんですね、これ。そうですね。袖もアルミですよ、これ。そうですね。アルミとリベットと、もうなんかちゃんとワークウェアらしさを残しつつ、革を使った良さもあって、これはね、でなんか思うんですけど、あれじゃないですか、春とか秋とかのまあだいぶ暖かくなってきた時に軽く羽織れるっていうことはあるんですが、はい、真冬だったらこの軽さだったら、あ、全然そうですね、シャツみたいに、そうこれを着て、まあ、中にその、まあ、半袖 T シャツってことはないでしょうけど、まあ、薄いニットとか薄いカットソーとか着てて、これ着て、この上に、まあ、ちょっとこうこれよりちょっと長い丈の、まあ、ブルゾンなのかコートなのか、よくジージャンをインナーにするってありますけど、あの感覚でこれをインナーにするのも、要は薄い革なんで中でもたつきにくいとか動きやすいって利点があるので、まあそういうその春用ジャケットじゃなくて春に出てますけど春でも着れるので、あの秋にインナーとかメインアウターじゃないレザージャケットとしても使えますね。レイヤードで楽しむみたいな感じですよね。はい、いやすごいそういう意味では超万能選手だし、もうまあ正直言って僕はこの少しラフな感じの A ラインのデザインが、はい、でシンプルじゃないですか、あんまり過剰な装飾がなく、そうですね、これはね定番として、まあ、3年目っていうことですけれども、なんかずっと続いてきそうな匂いしかしない。そうですね、僕これ最初に作った時からずっと気に入ってて、
うちやっぱりライダースの方を最初に皆さん見て入っていくんで、はいはい、最初の1年目とかこれあんまり見てる人が多分いなかったんですよね。でこれ着てると、カーコートかっこいいですねって言われて、まあそうですよね、一見カーコートでもあれっていう感じのね。そうなんですよ、うんうんうん、でも細かく言うとカーコートとこれを着るタイミングってやっぱ結構違って、あやっぱちょっと暖かくなってくるとこう襟が高くて裏地がウールの、うん、こう保温性高いジャケットって、まあ、着なくなっちゃうん で、うんうんうん、でその時にすぐシャツに行くっていうよりも、うん、こういうジャケットに切り替えていくと、うん、なんかその楽しみは継続しながら、いやいいですね、でもこう季節に合わせていけられるんで、はいはいはい、それはすごい自分では気に入って、これも3年着てるって言いましたけど、ええ、まあ、他にもたくさん僕着るジャケット持ってるん で、 そうですよ、ね、これを着てる時期ってそんなに1年で長いわけじゃないんですね。あ、まあ、暖かくなってきた時期、はい、ちょっと寒くなってきた時期、はい、そこで3年ぐらい着てても、まあ、快適なんで、うん、毎年その時期になるとこう選んじゃうっていうか、ははは、いやこれさ、あんまり値段の話とかって僕の YouTube しないんですけど、値段もさっきちらっと見てびっくりしたんですけども、結構贅沢なサイズ感で革使ってても、はい、そんな高くない、はい、そうですね、例えばさっきもライダースだとこういうとこを使うって言いましたけど、これのいいところは、革ってやっぱり面白くて、こういう製品を使うにはここがいいっていうと、まあ、あるとすれば、製品なりデザインが変わると、そっちじゃダメなものを入れても逆に良くなったりするので、綺麗な革だけ使おうと思うと、うん、綺麗じゃないとこ全部捨てるしかないじゃないですか。確かに。でも綺麗じゃないところが逆にいいってなると、うん、そっちを使っていいものが作れれば、うん、逆に、まあ、値段もそんなにこう抑えられるので、でも結果それが商品としてプラスアルファで聞けば、うん、まあ、こんないいことないので、はいはい、まあ、それも込みでこういうのを作ってるんですけど、実際これシープでおいくらぐらいですか、はい、これ、15の消費税ですね。15万円プラス税、はい、ホースは、プラス1万円ですね。16万円プラス税、はい、今革ジャンってすごい値段高くなってるじゃないですか、はい、という中ではなかなか15万円とかで買えるものって少なくなってきてる、そうですね、だと思うんです。正直カーコートはもうちょっと高いですもんね。そうですね、もう 2,3 万円高いですね。そうですよね。って考えるとお値段もすごく僕はお買い得感を感じるし、うんうんうん、でいかんせん着れる幅がすごくこれ広そうなんで、普段から羽織るとかっていうとむちゃくちゃいい買い物だなと思います。はい、いやこれはね本当にくどいようですけど、もう一回言わせてください。名品の匂いしかしないもう名品の予感ですよ。これはこれなんか ACVM を代表する一着になってくれるんじゃないかと、まあ、あのね、誤解しないでほしいのは、石島さんってスタイルいいし何着ても似合うんで、当然自分で作ってるからすごくかっこよく見えちゃうんです。だからこれを着た時にどうこうっていうのを石島さんを参考にせずに、これ単体で、僕全然違うからね体型なんかも、単体で見てもこれ絶対売れるわって、うんうん、匂いしかしないんで。そうですね、これはいいんですよ。サイズも結構大きいサイズある。そうですね、44までバッチリです、はい、44いけます。ライダースよりちょっと大きいですから、はいはい、はい、で A ですもん ね、 そうですね、広がってますから、はい、へえ、これはおすすめって、俺がおすすめするのも変な話なんですけどいいですねこれ。そうで、こっち A ラインって言いましたけど、もう一個実はカバーオールタイプ作ってて、うんうんうん、こちら、はい、これが、まあ、いわゆるフレンチワークというか、あ、まあ、さっきのこっちがまあアメリカって言ってもいろいろありますけど、はいはい、まあ、ちょっとアメリカワークですよね、はい、うん、こっちはいわゆるフレンチワーク で、はいはい、でこっちもその革が薄いとか、うん、ちょっと薄めとか、うんうん、こう裏地がコットンで着やすいとかあるんですけど、はい、こっちはもうちょっと細身 で、うんうんうん、でそれはもともとフランスのワークジャケットって細いんで、はい、まあ、それを踏襲してるんですけど、はい、こっちのがもうちょっとこうライダースに近いフィット感、うん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 、アームも細いし、この腰回りも A ラインじゃないので、はい、まあ、なんかあんまり A ラインとかこうガワッとしてるシルエットが好きじゃない人は、まあ、こっちもありますんで、これもいいと思います。胸のポケットも可愛いですねこれね。そうですね。
だそういう意味では実際ヨーロッパ の, あのワークウェアだとモールスキンとかで作ってたりとか、そうですね、あの形ですよね。そうですね、でこれもシープスキンなんでこう茶芯で味が出てくるので、はいはい、はい、なんか早くこうもっと抹茶茶になるぐらい味を出したいんですけど、おちょっといかがに切るものが多すぎて、いやいやでもね出てますよ雰囲気は。そうですね、だいぶこの前立ての部分、うん、裾の部分、かっこいい。これも本当にお気に入りです、ね、いや俺あのはい皆さんの前で公言します、俺もこれを出させてください44多分切れると思います。はいはい、ということで今日はですね、ACVM のカマオル、はい、シープと、ホースト、そしてこちらの、ちょっとフレンチワークタイプとですね、はい、この3つがメインで紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。これはおすすめです。これはいい。